毎日ポジティブ。はい、ポジティブ97年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することになってみていただいて、新たにですね、少し前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、今日ですね、皆さんにお伝えしたいポジティブはですね、この夏絶対に見るべきポジティブな映画、これをですね、お勧めしたいと思います。実はですね、昨日僕お店がお休みで、ある映画を見てきました。この映画を見て、もう、感動しました。これを見たらもう、いろんな人たちがポジティブになれる最高のポジティブ映画。それを紹介します。それはどの映画かといったら、トップガンマーベリングです。はい、こちらですね。ものすごくですね、まず楽しい。そして、いろんな要素が入ってます。スポコンも入ってます。恋愛も入ってます。友情も入ってます。師弟関係も入ってます。生と死も入ってます。大きな戦いも入ってます。スピーディーな展開も入ってます。最後、ハッピーエンドも全部がエンタメ最高。これを見なければ、ポジティブは語れないんじゃないかっていうぐらい、最高に映画館で見るべき映画でございます。ぜひともね、この僕の毎日ポジティブ見てくださった皆さんはね、トップガンマーヴェリックぜひ見てください。僕はちなみに4回泣ける場所があって、もう最後まで号泣、本当に泣いた後すごく気持ちよくポジティブな気持ちになりました。見て間違いなく損はない映画、今季最高の映画。トム・クルーズマジかっこいいし、もう出てくる人たちめっちゃかっこいいし、ワンが36年前にやったワンは僕は見てません。見てない僕がいきなりトップガンのマーベリックを見てこれだけ楽しかったので、まあ、ちなみになんですけども、僕はですね、そのトップガンマーベリック見た後に、後で、Amazon プライムでですね、トップガンを 見ました。はい。で、思ったことはやっぱり、もしトップガン見てなくても十分楽しめる最高の映画ということです。ぜひともですね、このポジティブ、最高にポジティブになれるこのトップガンマーベリック見てください。最高でした。はい、本当にもう人におすすめしたい。みんなの評価を見てもまさにこれは今期見るべき映画館で見るべき映画ですということで、今日はですね、トップガンマーベリック最高のポジティブ映画だという話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。